はい、こんにちはですってことで、生放送で発表されましたフェス限10体の強化が発表されましたので見ていこうと思います。もうゼルクレアとかね、アテンもそうだし、あとユリシャとか、かなりいろんなフェス限強いやつ、よく使ってるやつ強化入ってますから見ていこうと思います。こよかよろしくお願いいたします。ランダムでゼルクレアが決まった時は激アツでしたということで、まあ、いつもは属性順で見てるんですけど、まずはねゼルクレアの方から見ていこうと思います。はい、ということでこちら覚醒はまあさすがに変わってないですね。ただスキル、リーダースキル、ステータス全部変わってますね。でこれ進化後のスキルも変わってます。これすごい。はい、まずリーダースキル、回復2コンボで 81% 軽減、軽減倍率変わらずですね。3コンボで75倍、倍率上がってるわ。70倍から75倍になりました。4コンボ加算固定700万ダメージ、あら固定ダメージも500万から700万に上がりましたということで、あ、1400万ですね、リダフルだったらね。まあ、リダフルで使わなくてもいいですけど。で、固定500万あれば、新万寿の根性スキップとか1体でできちゃいますね。はい、でございます。倍率上がったのもかなりでかい。そして、スキルですね。スキルはこっちの進化後のスキルの方から見ていきましょう。これで全部見れるんでね。はい。最終進化のスキルだけ変わらず、まあ、さすがにね。はい。で、段階進化は強化入ってます。2ターンのスキルで、で、消せないと覚醒無効全回復。HP1.5 倍、スキルが進化。え、これ3ターンから2ターンになってるんだ。すごっ。くない？それ。はい。2ターン減数で溜まるようになったんだね。裏のスキル使ってから、全部1ターン短くなってる。スキルターン全部 1ターン短くなってますね、これ。はい。裏のスキル使ってから2ターンヘイストで、すぐスキルが進化できると。で、次のスキルが3ターンで打てますと、消せない覚醒無効全回復、HP と回復が 1.5 倍、スキル進化。これが3ターンね。3ターンも3ターンヘイスト一発で上がるからね。で、最後の3段階進化が4ターンと。はい。消せない場合の覚醒無効全回復、1ターンの間、最大 HP と回復が2倍、スキルが進化。ということで、全部で3ターン分スキル短くなったんだ。3ターンスキル短縮？めちゃくちゃ早くない？はい。ということでございます。激アツですね、これ。はい。でございます。スキルと、そんな強くしていいんだ？はい。でございます。で、ステータス、こちら。はい。上がってます。ということで、これは回復力が上がったんだね。あ、いいですね。回復ドロッキーを持ってるからね、ゼルクレア。回復力が上がるのも嬉しいですね。しかも、1.5 倍ぐらい上がってる。じゃあ、1.4 倍ぐらい上がってる？違う。やっぱ2倍ぐらい上がってんのか。はい。でございます。です。はい。ということですね。超覚醒とかはさすがに変わんないでしょ？変わんない。あ、全パラ強化ついたの？マジか。マジか。全パラ強化もついたんだ。強くないそれ。全パラ強化ついてなかったキャラに全パラ強化つけることってあるんだ、新キャラで。はい。ということで、してバカ盛りですね。マジでラクスクラインじゃん。はい。火力出るラクスクラインですね、これ。樹脂4つ冬用のカゴ。全腹強化ついちゃいました。で、回復エルジ。回復ドロキョウということで。いやー、すんごい強いですね。はい、ゼルクリアでございました。やばっ！まだね、二択ガチャ買ってない人、もうどっちも当たりですから、買った方がいいですね。はい、という感じになってます。ということで、他、ちょっと他の属性見ていきましょう。まず、火属性。アキネですね。強化入ってます。まず、進化前の武器の方ですね。スキルも強化入ってんだ。覚醒が、暗闇、お邪魔、毒、バインド、スキブ、ガドブレ。強いね。はい。これは、お邪魔完全体制になったってことだね。まあまあ、いい強化じゃないでしょうか。で、スキルが、21ターンのスキルで、7ターンの間無効貫通。2ターン継続無効貫通が7ターンになりました。化け物じゃん。マジか。マジか。7ターン無効貫通継続になりましたね。これは唯一無二だからワンチャン使えれますね、これね。はい、です。で、アキネの本体も変わりました。まず8枠になってるね。8枠になって、スキブが6個になって、あ、まあ、もともとだったわ。はい、でございます。で、スキルは同じか。です。リーダースキルも変わってんだ。全パラ5倍の攻撃力が最大50倍か。普通ですかね。普通に多色で強いって感じ。なるほどね。です。で、アキネ闇の方の形態、第3属性がつきました。リーダースキルが 2.5 倍半減ですね。で、回復力も 2.5 倍、攻撃力が40倍、固定700万ダメージ。18ターンのスキルで、8ターンの間、ルーレット生成と指2倍と、まあ、上限解放ですね。あ、上限解放もループすんだ。で、スキルチャージ3つ持ってるから、3ターンごと、まあ、毎ターン、1ターンには3ターン溜まるから、あ、6ターンで打てんだ。6ターンで8ターンルーレットループ、上限解放ループ、指延長ループか。強っ！闇秋ね、強っ！マジか。はい。でございます。これ、6ターン、6ターンループですよ、これ。マジで、ぶっ飛んだ強化入ってんな、全体的に。はい。でございます。アキネもかなりやばいと。はい。で、アキネの武器が、封印2個、十字、チーム HP2 つ、スキブ2つ、強いね。で、同じスキルか。
です。うん、チーム HP が2個になったんだね。やっぱチーム HP2 個ってだけでもだいぶ違うからね。封印あってチーム HP スキルで、これもワンチャンスタメン採用ありえそうな武器になりましたね。はい、という感じになっております。いやー、強いですね。次行きますか。続いて、貴族生です。空番線、強チラ強化入ってます。リーダースキルだね、強化入っていて。あ、スキルも強化入ってるわ。はい、リーダースキルこちら、木を5個以上つなげて消すと、激減45倍、固定1000万。貴族生の HP と回復力 1.2 倍、1.2 倍激減の固定1000万か。ですね。はい、リーダースキルもかなり強いリーダースキルになって、で、スキルが、一旦のスキルで2コンボ加算で、浮力2倍、上限加工120億回ほ、ランダムで木を3個生成。まあ、毎ターン打てる、まあ、ゴッドガンダムとか、リムルとか、あと、カレンとかと同じの木バージョンですね。で、上限加工が120億回ほになったと、いうことです。20億増えたんだ、上限加工。そりゃすごいわ。まあ、ただちょっと生成量気になるよね、やっぱね。はい。まあ、結局使うんでしょうけど、木パーティーだったら。はい、火力が120億出せるようになった。毎ターン120億か。やばいね。貴族性追加してね。毎ターン120億です。とんでもないですね。灰となってます。空番支援もなかなかいい強化。はい。で、光属性です。光属性ね。もうゼルクリア見ちゃいましたけど。ノバとかもいますから。ノバ強化入ってます。シンクロ覚醒に枝豆つきました。で、ノバ進化後のスキルなんですけど、4ターンのスキルで2ターンの間、上限解放。HP35% 回復。6解除して2食人。全ドロップ強化ですね。なるほどね。はい。で、リーダースキルが光か水、の同時消し、急行消しで 78% 軽減の威力55倍、固定500万、HP1.1 倍、あ、1.1 倍 78% 軽減だ。耐久力高っ。で、火力も高い。え、いいですね。ノバもいい感じですね。はい。で、浮遊無効かつ6個と、蝶つなぎ持ってますということです。枝豆がつきました。枝豆結構いいかもね。はい。です。ということで、ノバも結構いい曲入りましたね。武器は？あ、武器も曲入ってるわ。武器曲入ってるのすごっ。はい、武器無効貫通、泥鏡2個ずつ、自動回復6個スキブ、4ターン変身と消せない場合の覚醒無効回復、強いですね。はい、武器もかなり強化入ってます。これは覚醒が泥鏡がふー、言ってるのは自動回復、違う、スキブが増えたんだ。はい、スキブが増えてます。なるほど、いいですね。いい強化だね、マジで。あの、腐った強化が何もないですね。はい、今のところ。で、さらに続いて、光にワルリンも強化入ってます。武器気になるね。本体は、まあ、リーダースキル、スキル8枠戦でなりましたと。リーダースキルが、総リアリティ34以下で、全般の 5.2 倍は高いですね。で、1.11 倍火力は、だからまあ、50、100、違うわ。はい。57倍ぐらいか。はい。で、固定1000万となっております。うんうん、強いね。全プラ 5.2 倍の57倍結構火力高いですね。まあ、ゼルクリア75倍だけどね。で、2ターンのスキルで光と闇を作ります。上限解放もします。85億解放ですね。あ、同じか。これ何変わったの？あ、自己エンハンスと回復力の倍率が2倍から3倍になったんだ。はい。でございます。まあまあまあ。まあ、あんま使ってないしね、そもそも本体ね。武器ですよ。はい。あ、武器も8枠戦になってる。まあ別に関係ないけどね。光属性追加、回復タイプ追加、スキブ2個、泥鏡6個、ウェイ2つ。いいですね。スキブ2個になったかな。はい。でございます。そして闇の武器の方は、闇属性追加、悪魔タイプ追加、スキブ2個、泥鏡6個、ウェイ2つ。ああ、強いですね。はい。スキブ2個になりましたということです。そしてゼルクリアね。さっき見ましたね。はい。でございます。で、アテンです。強化入ってます。第3属性がつきまして、で、3ターンのスキルで指、3ターンの間、指と自己エンハンス。で、6回以上、7食人ですね。はい。76リーダーですと。で、覚醒とか変わらずですね。まあまあまあ、こんなもんでしょう。はい。で、アテンの武器。あ、これはいいんじゃないですか。キラー2個持ち、指2秒、チーム HP2 個。いいですね。キラーつけると上限解放42億解放になりますから、はい。このキラー2個持ちも結構有用なんじゃないでしょうか。悪魔とこう、ドラゴンに対して。しかも悪魔とドラゴン多いですからね。特に、ドラゴンはボスになりがちですから、かなりいいんじゃないでしょうか。はい。で、アテン、火。こちらも第3属性つきまして、え？お前つ、え？え？ついに、8食人毎ターンループになりました。8食人毎ターンループ、やば !6 解除好きだよ初めてだね。はい、毎ターン陣を打てるキャラクター、他色を作るキャラクターいたんだけど、6解除があるのは初めてですね。生成枠1体で良くなっちゃった、ついに。5色強化4つ持ちに、キラー4つ持ちに、はい、上限解放と、で、76リーダーです。やばいよこれ。はい。毎ターン生成ループ、しかも火力も高いから、
他職で最強枠じゃない。まあもちろん今ジノがいるから、まあ、ジノが生成ループで上限解放ループだからっていうのがあるのかもしれないけど、まあ、にしてもついに他職6会場人ループ、まあ人じゃないけど他職生成ループ来ちゃったね。まあ、だいぶ強いよこれは。はい。でございます。ついにここまで来たか。これインフレの極地ですね。これは完全に。はい。毎ターン上限解放だし。いやーすごい。でございます。アテンです。すごいね。はい。で、アテン水ですね。はい。こちら第3属性つきまして5ターンの軽減ループ。で、あ、攻撃力5倍についに上限解放つきましたか。いやー、水アテンもね、かなり使用頻度高かったですよ。はい、軽減ループでね、これ、上限解放つきました。まあ、リーダーであんまつかないよね。で、回復力火力あるリーダー、スキル持ってますから、覚醒持ってますから、まあ、火力枠、回復力枠、そして、軽減ループ枠、L 字持ってるからアシストもこう、回復にもなれる。まあ、スーパーサブだよね。これもサブでまた使われることでしょう。いやー、強いね。はい。で、まあ、リーダースキルが5色で 70% 軽減の、10コンボで軽減の49倍ですね。うん。です。で、武器です。あ、武器ないんだ。武器じゃなくて、こっちですね。はい。木属性のアテンです。まあ、これはあんま使用頻度高くないかな。12ターンのスキルで、エンハンスループですね。あと、上限解放がついたんだ。はい。でございます。上限解放ループとなってます。スキルチャージ持ってるから、まあ、6ターンで溜まるスキルですね。なので、まあ、ループでございます。76リーダーです。ということです。まあ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 。はい。です。で、続いて、闇のアテン、第3属性つきまして、スキルが、これは、全然違うじゃん。2ターンのスキルで6回以上、6色4個ずつ生成がつきました。で、回復力と自己インハンス 1.5 倍。あら、これ火アテンじゃん。火アテン、闇アテンになってる。全然違うんだけど、これキャラとして。はい。マジか。もう別キャラなんだけど、そう、生成ループつけちゃったら。はい。ということで、闇アテンが今度は生成ループになったんですね。まあ、強いな。はい。ただ、でも火アテンの方が強く感じるね。やっぱ上限解放持ってるし。で、指は5秒延長と、あと、ガドブレと、で、5色強化4つ持ちですね。強いね。はい。リーダースキルもありますか ?6 色で45倍、75.8% 軽減、4コンボ加算、HP1.1 倍。1.1 倍、78% 軽減だ、これも。強くない?耐久力高くない?強くない?絶対的に。マジか。アテンやばいな、こいつ。やるな。だいぶこれ人間化するね。アテン、まあ持ってる人の方が多いと思うから、よかったね、持っててね。はい、って感じですね。アテンもだいぶ強化入っていて。あ、あと、試練進化アテンも強化入ってんだ。はい、これもブイブイ言わせましたからね。100億上限解放になってる。あら、3ターンのスキルで自分と助っ人上限解放100億解放ですね。ついに100億解放になりましたか?このね、アテンループが強かったんですよ。3体ループで、3ターンのスキルで6解除して、まあ、7色4個ずつ生成ね。全ドロップ強化で上限解放100億解放。まあ、2体100億ですから、これは、ジノと一緒じゃん。3体ループでジノじゃん。はい。3体ループのジノだね。そう、やばくない?はい。ジノと同じ生成ループで、かつ、ジノと同じ上限解放ですね、これ。で、冬5色強化4つ持ち、4の加護、キラー2個。強くね?それは。さすがに、さすがに同じはやばくない?はい。生成ループ。生成ループで上限解放100億、300億出せます。ジノと同じだね。もう一緒だね。完全に一緒だね。やば。アテン強、全部。アテン全部強。はい。で、転生ラー。あ、これはあれですね。試練進化でラーが強化入るからですね。はい。リーダースキルとか全部変わってんだ。リーダースキルが40倍、回復力3倍、3コンボ加算。で、78% 軽減固定500万ダメージ。で、固定ダメージが一重100、1000万、10万。77万固定だ。はい。77万7777万固定ダメージ。で、7ターンの間、指7秒延長、上限解放77億解放です。まあ、固定ダメージでかいのはいいんじゃない?で、チーム HP2 つ、暗闇、樹脂4つ。え、火力高っ。え?樹脂4つ、5色強化持ってんの。火力高っ。マジか。はい。でございます。超天聖ラーもやるね。はい。で、ラーの首飾り。あ、これも結構使うには。スキブ2個、固定777万ダメージ、かける3回。え?奥?奥ではないか。はい。あれですね。今2000万ぐらいですね。の固定ダメージが出せるんだ。強くない?はい。でございます。スキブ2個暗闇2000万固定です。これ777万で1、10、100、1000万じゃ。これは77万だ。はい。です。これ敵1体だから777万固定か。2000万か約。はい。で、もう一個の武器こちら。五色強化暗闇追い打ち武器。で、スキル同じやつか。神体物理か。これもいい武器だね。いや、ラー強いな。結構、なかなか。闇ホーリードラゴン。超ホーリードラゴンだった。はい。冬とウェイ、10個持ち。まあ、これは別に普通かな。です。で、はい。
闇属性いきましょう。ユリシャです。来たね、ユリシャね。はい、曲入ってますね。シンクロ覚醒がついて8枠潜在になりました。遅延2つと、まあ毒目覚めとかいろいろできます。スキル潜在もつけれますね。はい、2ターンのスキルで曲入ってんの。スキル、え、何曲入ってんのこれ。上限解放か。あ、あれやばユリシャマジか。ユリシャ210億上限解放になりました。マジか。上限アップですね、これ。上限アップ210億になって、6解除、闇回復6ずつ生成です。で、攻撃力と体力の HP が3倍、攻撃力と回復力が4倍、ドロップ L 字消しで、軽減10倍と、まあ、40倍。まあ、スキルはいいですよね。スキルですよね。はい。上限回復上がったのは激アツだね。はい、でございまして、はい、ユリシャ、貴属性8枠、5ターンのスキルで、半減、ルーレット、7、6番面か指2倍。すごいスキル天候盛りだね。回復努力を6個持ち、7C、4つ無効貫通。まあ、キパで使うって感じかな。7、6リーダーですと。武器です。スキム2個、回復努力を 7C、努力を6個に余ったあれですね。同じスキルと。で、光ユリシャ、8枠潜在で。あ、覚醒も変わってんの？はい、覚醒が、スキム、無効貫通が増えたんだね。無効貫通8個持ちになります。火力高。はい。7、6リーダーで、まあ、3ターンのスキルで、ルーレットと7、6番面かついたんだ。6解除して光回復作りますと。うん。強いですね。懐かしいな。ユリシャはあれですね。サフィーナのパーティーで使われてましたね。で、こちら、武器です。チーム HP2 個、チーム回復2個、ニコニコ LG 指ということです。うんうん。悪くないですね。まあ、でも、そんなつかないかな。はい。で、ブローチ。闇のブローチ。こちら、スキム2個 LG、ドロキョウ 4つに3ターンヒスト。これね、使うんですよね。あの、3ターンヘイスト武器としてかなり優秀。スキム2個3ターンヘイストですね。これも、まあ、使いどころはありますね。編成で組み込むこともあるでしょう。で、エスカマリー強化入ってます。はい、星6フェス限ですね。第3属性が増えて、3ターンのスキルで99ターンにゴンボカさん。ドロップが落ちやすくなります。え、3ターンのスキルで99ターンの効果あんの。コスパよ。めっちゃ上書きできるじゃん。はい。で、大量闇変換ですね。3ターンで99ターンはすごいね。元から8ターンで99ターンの効果あったとしてもすごいね。はい。で、火力覚醒も増えてます。攻撃キラー2つ持ちに 7C4 つ浮遊ですね。はい。アリタスキルも変わってんの。これ闇にコンボで激減5倍、3コンボ加算。で、HP1.2 倍、1.2 倍激減だ。40倍。火力もいいですね。はい、となってます。エスカマに武器です。これもいいんじゃない？ドロキョウロック、封印2つ、バインド、スキル同じか。はい、いいですね。んで、ハーデスです。ハーデスはまあ、グラビティだよね。スキルターンが短くなってるわ。これ2ターン短くなりました。25% グラビティが。いいんじゃない？まあ、たまに周回とかで使われてるよね。グラビティ、消せない覚醒無効回復枠としてね。はい、8ターンになりました。いいんじゃないでしょうか。うん。まあ、リタスキルはいいでしょう。で、ブレスレット、同じスキルだよね。はい。18ターンのスキルで2ターンダメージ吸収、グラビティ、スキブ、ドロキョウとお邪魔毒完全耐性と暗闇。あ、お邪魔毒の完全耐性なんだ。あ、チーム HP もある。いい武器ですね。はい。まあ、これもたまに使いますよね。いいんじゃないでしょうか。で、ハーデス、別形態。あ、ほら、シェリンシンクか。はい。6ターンのスキルで6ターン上限解放と、指と自分の火力2倍、25% グラビティと。はい。で、まあ、リーダースキルが実質 HP 5倍になったんだね。です。はい。で、火力が高っ。あ、違うわ。36倍だけだったわ。はい。36倍のみ。低めか。はい。です。ドラゴン将軍。これ強くするって言ってたな、大輝が。強くなったんかな。リーダースキルが全パラ5倍、毒ダメージ無効化 7.5 倍、固定300万。2ターンのスキルで、回復を毒に変換させます。で、自分とドラゴンタイプの火力が2倍。90億上限解放。まあ、弱くはないけどね。上限解放が90億だから。まあ、強くはないよね。回復消すから。アクセラレーターとかってことか。まあ、10C6 個持ちですと。まあ、10C6 個持ちか。まあ、強くなってるけど、使わないよね。はい。まあ、使えなくもないのかもしれないですけどね。強くするって言ってたから、ちょっと期待しちゃったかもしれないですね。まあ、10C6 個、上限解放、90億解放、強いか。はい。まあ、ということで、以上でございます。いやー、にしても強化すごかったな。マジで良かったですね。ユリシャと、コットンじゃない、アテンと、あとゼルクレアね。マジ良かったです。はい。ということで、以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。